よいしょ。もう雨でしゃあないからキュキュッといて御朱印だけ持ってきたな。あれもこれもなしで決願の書も持ってきた。もうこれで思い残すことはないやろ。決願の書も持ったし、名残は重ねえもだったし、ほんな行くよ。まあ、とりあえずダイソーでバイクの修理や。行きます。ちょ待ってや。え、なんか待ってはる。雲ってなも前が見えへん。ここにもガソリンスタンドがあるわ。エネオス。よし。あ、グローブ落ちてもらったから取ってガソリン入れたし、あとはもう時の過ぎみかまでノンストップで行くか、ノンストップがいいか休憩するかどっちがええ。足型サービス、え、なんてなんて、あなたの気分でいいです。もう、うわ、指が入れへんようになってるわ。どうしよう。もう手袋ええわ、パパ。お昼入れへん。あ、そうね。もう手袋でけへん。濡れてもうて。もう手袋いらん。手袋でけへん。サブないし。ハンドルカバーあるし。じゃあ行こっか。あんだ、もう時の過ぎみかまでノンストップでレッツゴーやな。パパに任すんやったら。はい、どうぞ。今日の宿泊地足柄サービスエリアまで行きます。道へ出るんはこっちか。これ敷地内やな。こういうことやな。はい、もうグダグダグダで、曇って前が見えん。まあっていうことで、もうグダグダグダやけど、名残で大雨に降られ、もう撮影なしでいただいて、重ねいただいて、あの決願の票、決願の票をいただいてきました。ほんでその前にママが後ろのボックスグダグダやでって、ちょっと前に今日かなんかに言うとって、なんかもう全然切羽詰まったような感がないから、ちょっと動いてる、走ってると、あのちょっとグラグラと揺れるのはいつものことやから、なんで今日なんかひょっと見たら、4本止まってるうちの2本が緩んでました。前の2本、四隅止まってて前の2本のネジが緩んでて、ほんでもうグラグラ
落ちひんかったら、まあ後ろ側にも2箇所は止まってて、それと結束バンドで補強で止めてあったんやね。ほんで結束バンドで補強3箇所ぐらい止めてあったんと、それで止まってました。だけど、まあ前側の2本が緩んでるんで、こうグラグラグラとするということで、急遽、ダイソーへ寄って100均の、ラジオペンチ買って、補強を足す、補強を増ししようと思って、結束バンドを追加で買って、ね、追加3箇所結束バンドで縛りました。まあこれでまあ大丈夫やと思うんやけど、嫁さんの荷物が多くてもうギュイギュイと押さんとしまわれへんぐらいの後ろはギュギュに詰まってて、もう持ち上げるのも重たいぐらい、たまに10キロ以上あるんちゃうかな。これまが10キロ以上あるような箱になってまして、まあそれで緩んだのかなと思ってるんやけど、前が全然見えへん。で手袋もボトボトになってもうて、もうするのも嫌ぐらいになって、まあそんな寒ないね。まあ雨降ったおかげやからと思うけど、そんな寒ないし、ハンドルカバーしてるんで手はそんな寒いと思わへんので、ハンドルカバー手袋はもう直しました、外して。まあそんなこんなで雨やし、撮影は大変やし、もう中も外も濡れてるし、もうとりあえずもう雨の中嫌なんで、できればノンストップで行っちゃいたいと思います。いいよ、あとは頑張って大阪に帰るだけです。ちょっと今回はねペースとしては、飛ばし気味でずっと来たんやけど、もうあとは慌てず騒がずなんで、ホテルに着くまでゆっくり行きたいと思います。もうこのまま2時間ほど、2時間27分ノンストップで走ります。だからこの GoPro 10はそっちで消えるから、あとはもう GoPro 7の映像をどう使うかやな。もう真っ暗の中、この雨の中どんな風に撮れてんのやろ。シールドは曇って見えへんようになるし、もう雨は最悪。まあそれでもね、やっぱり今回、大気のウィンターなんちゃらジャケット、まあ前もそうやけど、雨に降られても一個も濡れませんね。高速ビュンビュン飛ばしてきたけど、で今回はオーバーパンツ、防寒防水の、これも全然濡れてません。まあ18時ぐらいか着くんが、もう暗いしシールドは見にくいし、ほんまゆっくり行こう。海ホタルはどうする？ええよな、もう海ホタル飛んでる、雨に濡れへんからラッキーや。ひょっとしたらおしっこしたい言うて途中で止まるかもしれん。雨がマシになった。まあこっから家帰ってもよかったかな。まあ、ここ帰ったら頑張ったら帰れるけど、もうママがヘロヘロなるからな。今でももうヘロヘロやな。海ホタル渋滞10キロ。ホタル広かったかな、道幅。この前も渋滞の人ずっと続いていたもんな。雨が上がったっぽいか、風が強いっぽいけどな。降ってるな、パラパラ言うてる。22キロか木更津ジャンプか。
疲れ。2時間半、予定通りやな。到着。あれどこやった？あった。よいしょ。まあ雨で濡れてくちゃくちゃや。予定は9時出発やろ。今何時？8時56分か。昨日はレストイン時の住処で一泊して。来てる来てる。来てるんかな。まあええわ。乗って。ほら今日も頑張って大阪まで帰るで。まずは静岡サービスエリアか。行きまーす。忘れもんないな。朝は機嫌ええや。あんな雲の上から富士山が。これまだ繋がってないんやろな、新東名。ここは120キロの道か。静岡投げ。閉めてなかった、うん、ガソリン入れてゆっくり帰ろう。全然ゆっくりじゃないってママが言うかもしれんけど、多分ここにガソリン スタンドがあるはずで、サービスエリアっていうぐらいやし。どうした、もうちゃんと蓋閉めた？ちなみにここでガソリン入れて次どこやった？長日の日田だか、パーキングエリア。ここが目的地やな。ほんだらガソリン入れていこう。はい、あっこにあるやん、エネオス。とりあえずガソリン入れます。ここは何？セルフ？セルフやな。よいしょ。はいよ。どうしてん、やってくれんねやろ。まあ 259.2 やけど、あっこでちょっと 100m ぐらいあれしたから 259.3 にしとこうか。行くよ。蓋閉めたあるな。蓋閉めたあるな。カバー。行きます。次はなんちゃらかんちゃらパーキングエリアでご飯食べる。多分ご飯食べるとこはあると思います。
これどこあったはずやで、ここ何かな、まあ、休憩、ご飯、お腹いっぱいになったな。あれでご飯大盛り言うたらどんだけ入ってんのやろな。ちょっと前のパパと絶対に迷わなくて大盛りって言ってたやろ。もう量やもん。まあ言うてたかもな。長島で泊まるにやめて港南パーキングエリアな。おはよう帰りたいやろ。頑張って、まあ、頑張る言うてもママ寝てるだけやけど。寝てるかもしれんよ。お腹膨れて、ね、風が結構な、ビューとか起きるのな。風に殴られたら来てるもんな。多分これで港南パーキングエリアって言うと思うけど、ここまで一気に飛んでいく。2時間かかります。164キロ。ちょっと今までちょっと飛ばし気味だったからゆっくり行くわ。こうなんでいいんかな。忍者がおるんだけど。よっしゃ。あともう、1時間10分。3時までには帰れそうやね。ガソリンが持っとらんやけど。よいしょ。はい、行くよ。乗ってください。なんか忘れてない？大丈夫？はい、行きまーす。行きまーす。10キロ先、黒方工事ってここも黒方工事やってるのちゃうんかいな。日が焼けてるし。